みんなが足ってどうなるつくのタイプやんと思って、うわこいつ嫌やわと。いや俺普通にやっとうことはマジで終わってると思う。デリカシーなさすぎ、やばいけど死ぬほど気色ない。なんかさ悪いけど寝る前のお前見た時の方が冷めるよ。男は悪いけどね。身内間でいじくりやっとったり、なんか悪口やっとったりするのと、対一般の人に対して、そう、なんかこう当たり強いのって、俺なんか結構見え方全然違うっていうか、こいつは多分そういうのやってないんやろなって、その、アフターケアとか何もしないんだろう。で、一応俺もありますよ。あ、俺どう？それはもちろんありますけど、もう一線を越えられた時に、あ、もうこいつはもうかばう必要がないなって思った時に、もう俺もガッと言っちゃうんですよね。それはまあ、一旦動画にして、みたいな。そう。なんで今日敬語なの？この前、ゴリタメ口やったけん。でそれが俺ちょっとどこもこれだ。あ、だから違う、ごめんごめん。あ、そう俺もうあの時の瞬間もう、あ、酔っ払っとったね。もう俺バーレスク行って、その前に撮影でストカン2本飲んでてんだよな。あ、そう、もうベロッベロでいて、マル君と喋った記憶すらもあんまないんですね。この前ワープで会って、おぉ、お疲れみたいな感じだったんです。マジで横に女座らせて、おぉ、お疲れみたいな。は、いや、その、やっぱ、はみたいなって、別に仲良くないっちゃうよ、こいつって言われて、で、あ、え、何お前みたいな、えみたいな、遊び来とだけやけど、みたいな、うんうん、はみたいな。で、なんか、行ったんす、俺は行ったんす、覚えてないと思う。俺もう、あの時全く覚えてなくて。あ、そうだ、うわ、なんかそれを、こうなんか、ちょっとパッて座って、こいつカメラの前やったら、なんか、敬語ないやつ。あ、なるほど、なるほど。なんか、こいつ、ちゃんと、ちょっと計算しちゃう。そうだよ、うん、もう完全に俺、それやけ、この前のワープレイ、そういう子なんやなと思って、そう、丸に確認しちゃっちゃう。ジュキアってそういう子って言ったら、まあ、今の世代やけん。まだ認めたい。今の世代やけんね。てんてんてん。でも、なんかもう距離近くなったりしたらタメ口ですけど、そんな別に距離近くないというか。逆に丸以外と絡み合うの？いや、全くないですね、俺はもう。あ、そうなの？社長もちょっと喋るとか、そんなガッツリ絡み合うのも丸くんぐらいですね。丸以外からの話も聞かんもん。ヒカルさんもそんなないですもんね。ない。で、言っても動画の時だけやもんか。うん、そう、だからあんまその距離近づけれるタイミングもないんで。ジュキアのイメージの中にタメ口使うキャラみたいなあるもんな、イメージが。そうなんや。だから俺だから時期だと共演した時にヒカルさんに敬語使ってんの珍しいってコメントめっちゃあったもん。うん、へぇ。その敬語使うキャラじゃないから、あんまり年上でもあんま絡まへんわけよ。まあだってあれっすよね、その絡んだ会話も結構ね、そう、もう仲いいやつばっかり絡むから、ね、新世代の子たちで新世代の子たちでずっと絡んだイメージが超あるけん、うん、この前カエルか女に振られた男です。覚えてくれてます？ああ、待って、俺がだいぶ前にカエルかで話したやつかな。よね、多分。俺だってカエルかで配信で触れたこと多分めっちゃ一回しかないし、その時まだ海外おってあんま変えるかみたいなの分かってなかったっちゃうけど、なんか最近多いよね、こっち系。俺なんか見たよ、あのなんか、なんだっけ、フードコートとかで、自分の姿、彼氏がご飯取り入って、自分たちのテーブルを探すために、キョロキョロしとったら、冷めるってやつやろ。見た。普通に女が取り行けばよくね。じゃあ、別に女が取り行けばいいやん。俺背中ムチとかで打ちながら取りに行かせてあげる。ほら、行けよ。バン。ほら。いけ、キョロキョロしろ、バーン。なんやそれ、気持ち悪い。それをでもカエルかってさ、一緒くたにしてしまうんやったらさ、本当に悩んどう人が困ってしまうじゃないと。わからん。俺はカエルかじゃないけん全然わからんじゃけど、そういうのを混ぜ込み始めたらよ。キショい女の思考みたいなのを、こう、カエルかに混ぜ込み始めたら、本当に悩んどう人は困るじゃない。やっぱ女の敵は女なんよな。え、そうじゃない、だって。その、だってさ、そうなったらさ、俺はカエルかのことがわからんけん、詳しく。それもこれもカエルかって思ってしまったら、うわ、なんだ、カエルゴミやんってなるやん。うわ、カエルじゃん、ゴミやんってなるやん。財布見えたら、みたいな。財布見えたら冷める。いや、お前が払えばいいや。じゃ、なえるな。うさ、そんなこと言い出したら、え、もうスーパータブーやけど、フードコートで、お前の飯持って、キョロキョロしと男よりも、悪いけど、寝る前のお前見た時の方が冷めるよ、男は。悪いけどね、そんなこと言い出したらもう寝る前のお前見た方が冷めるよ。悪いけど、そういうの言わないようにしてあげてるんだからみんな。俺はもちろんすっぴんはすっぴんで可愛いねってなるよ、もちろんね。でもそういうこと言ってくるなら俺こういうこと言うよってなるやん。だからそっちの方が理にかなってない。だって意味がわからんやん。普通にそうやない、こうやって戦争になるよっていう話。そういうことをいちいち言い始めたらもう戦争になるやん。いいと知らんよ、今回の話だって。そうやん、男はおごる、だから昔からそうだっただろ、正しいだろ、分かった、じゃあいいよって。じゃあ男が分かった、飯行ったら男が 100% おごることにしようぜ。じゃあ家に寄ったら女は飯作れよ、なってくるよ。こう昔の理論で行くんだったらそうでしょっていう話やん。じゃあそうなるよっていう話で戦争になってしまうやろ。そうなったら男と女で仲悪くなるわけや。
したら子供が生まれんくなって、そうなったら俺はもう一番最初に女の子に取り入って、いやもう男最近最低っすよねっつって、僕気づいたんですけど、やっぱ女の子の素敵さにみたいな、いやもう全然もう本当にみたいな、僕財布見せずにお会計するし、もう別にフードコート行ってもキョロキョロせずにまっすぐお前のとこまで走ってくるしみたいな、別にみたいな、ご飯だっておごりに決まってるじゃん、当たり前じゃないですかねって言って、すごい速さでお前ら裏切って女の子のとこに走っていく来たチャンスやっつって、よしって、やまして聞いてくださいよ、ほんとそうなんすよ、でそういうののためにやめようよっていう話やん、そういう戦争が起きるけ俺だけモテちゃうよ、そうなったらもう本当に早いから、裏切り早いんだから、そうなると俺しかモテんくなるけんやめようぜっていう話やん、男女間の仲が悪くなるとこうやって配信ではこうやってお前らの味方しとふりして、裏でこそこそ、いやもう本当男って終わってて、最近僕も本当うんざりしてるっす、女の子の偉い人、カノオ姉妹とかによろしくお願いします。ほんと僕も困ってて。ほんと僕情報とかいつでも流せるんで。よろしくお願いします。もうほんと男の悪口とかめっちゃ言えるんで。お前にはうんざりだよ。それが俺だ。男を裏切るときはみんなで裏切ろうね。俺についてこい。俺がジャンヌダルクだって、みんな先導した後燃やされる。みんな代表して。こうやって。俺がみんなを導いた後に代表して燃やされるけん。安心して。スシペロはゴミでしょ。普通に。まだガキだからとか、いや、普通に関係ねえと思うわ。だって一生懸命大人が働いてんだから。関係ないよ、年齢とかは。ダメなんだから。社長が雇うって言っとったのガチ悪手だろ。いや、でもあの子マジで職失ってるだろうから、あれ未来なくなっちゃってるだろうから、救いたいと。俺にどっかから連絡取ってくれたら、インスタで DM とかしてきてよ、全然雇っちゃうよ、働けるなら俺に言ってくれたら、プログラムの技術も教えてあげます。それは模倣犯みたいな、あれで雇ってもらえるならやろうってなるやん、それはマジでやだわ、それがゴミすぎる、マジで嫌やない、食いもん系とかでああいうよくわからん感じのやつが増えるのは嫌だ、シンプルに、それはマジで話違う気がするわ、誰でも助けりゃいいってわけじゃねえと思う。あ、寿司スプレーとかもね、なんかあったよね、みんなも雇われ体験って寿司舐め出したら嫌やろ、めっちゃ嫌だ普通に、自分の飯に同じことされたら普通に嫌やもん、やけんやだ、だから最近バカッターが襲来しとるのがね、マジやばいよね、俺雇われたいから社長のになれます、いいよ、それは好きにしてくれ、外食できんくなるのマジで嫌やな、てかなんか SNS 全盛期にさ、 SNS でああいうことするのってマジですごいよな、シンプルになんか疑問なんやけど、考えたらわかるくない、インスタのストーリーがさ世間にさらされとうのにさ、なんでまだインスタのストーリーやったら大丈夫と思っとん、俺普通に思うんやけど、やっぱガキに SNS させるとそうなるからな、携帯とか年齢制限かければいいやんね、ガキに携帯持たすんなよ、なんかガッチリ厳しめ年齢制限かければいいのに、子供が携帯触るけんそうなるてよ、だってさ、無用な嵐とかもほとんど子供がやるようやん。ゲーム内のさ、なんかトロールとかもさ、暴言中だのトキシックとかもさ、ガキがやっとうことが多いやん、やっぱ。大人になったらやれるっちゃけど、よくない？アンチとかもだってさ、その言葉の重みとか分かってない小学生とか中学生やん。ネットリテラシーの授業をもうちょっとちゃんとすべき。実際に、ああいうことしたやつが、どうなったかとかも授業でやるべきだよ。お前、逆上がりとか教えとる場合じゃないけん。一生使わんちゃけん。今日の授業は逆上がりやりまーす。何のためにもならんちゃけん。ネットリテラシー教えろよ。なんや逆上がりって、バカが。飛び箱飛んで何のプラスがあんねん、どんだけバカな今時、お前箱飛ばせて何盛り上がっとん、おかしいやろ、意味わからんじゃけん、実際こういうことしたやつがこうなりましたっていう前例とかをいろいろ紹介すべきやけん、飛び箱は津波から逃げるとき障害物があったら避けれるようになるためにやで、本当にそうなら日本の未来は暗いよ、そのために飛び箱の練習しとんやったらだいぶ暗めの未来が日本を待っとうよ、不安な日本が待っとる、みんな飛び箱サイズしか超えれん、はあ、これ10段くらいあるわ、授業でやってないけん死のうってなる、6段までやろ大体、授業でそれより上やらんから、障害物の乗り越え方、飛ぶしか選択肢ないと思うけん、みんな。よじ登るとかの選択肢が脳から消えるやん。飛べるか飛べんかだけで、よじ登ったら越えれるかもしれんのに、あ、飛べんけん、死のう。あと、ロイター版ないと無理なんやけん。みんなロイター版持参になる人生が。間違いない。いやなんかね、今日それこそね、夕方過ぎぐらいに配信しとって、それすげえ聞かれたから、まあ、なんか適当に答えたっちゃう。適当に答えたっちゃけど、中町あやのこと擁護してんのかみたいなことを聞かれて、いやでもそれはちょっと俺、中町あや印象。見た。でもそんな感じでしょ、普通に。別に。なんかその、なんかびっくりしたけどね。今更あんな感じで炎上するのかと思って。びっくりした。結構、ああいう感じのイメージではあったよ、俺は。ただってこうね、ちょくちょく界隈盛り上げとるよね、なんか。ちょくちょく界隈盛り上げとるイメージあるわ。やけん、そういう子なんだろうなと思ってた、勝手に。だから、今更、また炎上してる。また炎上してるわ。確かに俺の話し方が悪くて。なんであんな話し方をしたかっていうのは、2、3点あって。1個は、心底どうでもよかったっちゃう。1個は
心底どうでもよかったけん、別に、どうでもいいやと思って、本当に関心がなかったけん、まあでも拾ったし、ふわっと触れるかみたいな。ふわっと触れたっていうのが一つと、もう一個は、あやちゃんってめっちゃ下でしょ？すごい年下の女の子に、あんま言えない？いや、かわいそうでしょ、シンプルに。22とかでしょ？俺、27歳今年。今年さ、27の男がさ、お前22の女の子にさ、なんかやれ、どうだの、こうだのさ、言えないって、さすがに。さすがに、ジュキヤと同じような感じでは言えないよ。別に JP はまあ、あの中でやれることはやっとったと思うけどね。最低限のカバーはしとったんじゃないとと思う。もう一個、最大の理由があって、俺が叩くことじゃないっちゃ。中町彩は同世代の子に叩かれるべきない。俺らから叩かれるべきじゃないもん。なんでかっていうと、俺たちは、あの子たちの世代がみんなああだと思ってるから。22の奴らが、切れるべき。俺らが切れるべきじゃない。俺は22歳はもうみんなああと思ってる。最近の子ってみんなああなんでしょって、俺は思っちゃってる。やけん、同じぐらいの年の子たちが切れるべき。お前のせいで俺たちがこう思われてんだろうなって。その理由があったけん、俺はあんまりがっつり触れんかっただけで、普通にやっとうことはマジで終わってると思う。そらそう、そらそう。デリカシーなさすぎ。普通に やばいけど。全然擁護しとるわけじゃない。クソやばいよ、マジであれ。あれはクソやばいやっとうこと、マジで終わってると思う。けど、しょうがないやん。それは俺らが言うべきことじゃなくて、そもそも あやちゃんと同世代の子が切れるべき。僕たちが怒ってるあれじゃないんですよ。22のふりして切れちらかすから、まあ、それはもうまだに任せる。年齢と性別が一番でかかったかもしれない。22歳の女の子なんかそんな、死ぬほど俺が嫌やな、見て不快になったとかならまだしても、別に死ぬほど不快にはなってない。やばいっしょ、普通にって思っただけで。いや、普通にめちゃくちゃ、いや、そう、いや、やっとうことはクソやし、マジで普通に終わっとうなって思っただけ。俺が普段のパッションで同じように、風に言ってしまうのはなんか、ちげえのかな。この話やめ、いや、でもこの話はやめない。だって別に擁護しとるわけじゃないもん。だからやめない。深田栄美の印象見た。丸です。丸出てた。遭難。あれも、あれは見た。あれでしょ、なんか飯おごるおごらない理論みたいなやつでしょ。なんかさっきすげえツイッターでちょうど今、昨日今日ぐらいのトレンドなんじゃないのあれ。すげえ見たぞ。さっきなんかみんなおごるおごらないの話してたぞ。え、なんか俺でもあれ見て思ったけど、普通にクソキショイなって思ったけどね。あの深田栄美の飯おごれよみたいな気持ち悪いなって思いながらあのツイート見とったんです。死ぬほどキショくない？なんかさ、おごるとかおごらんの話をしとう時点でキモいわ。まずあれはそのなんか女の子はおごられるべきだっていう主張がまずキモかったと。普通になんか百歩譲って男が言っとうだわかるじゃん。男がいや女の子にはおごるべきだって言っとうだわかると。ただ女の子が女の子はおごられるべきだって言うとクソ気持ち悪いと思って、何それ、ビビったし。で、あれに追随しと女も100倍キモい。声を上げた本人よりも、それに追随した周りのコインフルエンサーみたいな女が 100% で気持ち悪かった。やばい、普通に。え、てか、おごるとか、おごらんとかは、いちいち言うことじゃないやん。別に。一緒に飯食いって勝手に出せばいいやん。どうでもいいやん。自分がおごりたいやつにおごればいいやん。おごりたくないやつにおごらんかったらいいやん。その理論で行くんやったらさ、女の子よりも、例えば整形にさ、1000万かけと男と、整形に100万しかかけてない女が飯に行ったら、女がおごらないかんくなるわけよ。その理論で行くならね、その女の子の方が、男の子とのデート行くためにお金を使ってるんだって言い始めたら、え、じゃあ、それはもう、じゃんけんになるよ。どっちがお金かけたかじゃんけんが始まるわけやん。でもそれ言い出したら、多分切れるやん、あいつらって。そうじゃないみたいな。そうじゃないって切れ始めるわけや。それらマジで本当に気持ち悪いなと思って、工事機がと思ってさ、気持ち悪い工事機だなって思いました。はい。俺だって別に女の子全員におごりたいって思わんし、別に俺がおごりたい女の子と俺が飯に行くだけの話やし、おごりたくない女の子と飯行かんし、別に。でも飯に行きたいと思う子には俺はおごるよっていう話で、でもそれっていちいちわざわざツイッターとかでさ、言うべきことじゃないやん。ここでおごりゃええやん。オフラインでおごればいいやん。別にさ、気持ち悪いと思って、なんかどいつもこいつもなんやこれ、ほんと気持ち悪いなって思いました。今回はツイートの件で、世間を騒がしてしまい本当に申し訳ございませんでした。実際コンカフェで、ちょっと酔っ払ってしまって、その酔っ払いのテンションで、ツイートしてしまいました。でもそのツイートに関して全部男性が払うべきっていう意味で言ってたのではなくて、本当にその男性からそういう風にしてもらうっていうことに対してすごい感謝をしていて、すごいありがたいっていう気持ちは本当にあります。ただなんかその自分がコンカフェの時に女の子と話してた感じでそういうお話になって、男性とかが直接女の子に対してツイートとかも、女性になんで全部入らなきゃいけないのって言葉を言ったりとかすることに対して、自分はその時いい気持ちがしなくて、その時ちょっとノリでツイートしてしまいました。やっぱり酔っ払ってる時にツイートするものではないなって思いました。なんで消しちゃったかっていうと、途中で美容系男子はみたいな感じのあれが来たんですね。それで
まあ、確かにって思って、確かに美容系の男性もすごい美意識高いし、本当にそれは確かにって思って3分で消しました。美容系男子はじゃあ割り勘。そうですね。だから基本的に僕も深田さんと同意見です。あ、男が出すべきだと思います。でも本当に当たり前でしょっていう感じでは思ってなかったんですね。はい、女性に対してなんかそういう風に直接言われたりとかするのがちょっとなんか、僕はエイミさんにはおごります、カッコつけたいので。3分で消したにもかかわらず予想以上の影響力だったよね。さすがエイミさん。いや、なんかでも炎上するような内容ではないと思った。だって俺も男が出すものと思っとん。そんぐらい出せ男ね、千葉ヤンさん。はい、最後謝ってください、千葉ヤンさん。この度はエイミがすいませんでした。まあエイミも一応人間なんで、まあちょっとね気が大きくなっちゃってやっちゃってるから、うん。でもまあこういう失敗っていうのはまあいろいろこうね、人生生きていく中でね結構あると思うんですよ。うん、はい。まあそういう何かちょっとこう乗ってわっとこうテンション上がっちゃった時に6秒我慢するの。エイミ6秒ルール作ろう。はい、わっつぶやきたい、わっつぶやきたい、これ思ってる今湧いてくるよね。はい、6秒我慢する。6秒、そう、その6秒であなたの人生は変わるはずだよ。じゃあとりあえず一回いろいろねやっちゃってるんだから胸の音一回聞きましょうか。胸の音ですか。はい、あ、大丈夫ですか。炎上してる人の心拍数高いかもしれないから。あ、もしかしたら結構すごい高い、ドキドキされてるかもしれない。失礼します。はい、そこ心臓じゃない、逆やろ心臓。あ、ポクポクポクって言ってます。ありがとうございました。この度はうちのエミがすいませんでした。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。